ここで一度はお昼休憩。新品なちょっとめちゃめちゃむずいな。しかしこの時間も無駄にはしません。普通に10本撮りをやっていた当時を思い出してもらうために今日はとことんやってもらいましょう。そう、あの頃の絆を確かめるためにエクストリームしりとりです。カジノといえば腹減ったって。お腹空きましたよ。エクストリームしりとりジェスチャーへ。ファンタスティックスカジノもう一つの名物エクストリームしりとりリズム。前の人の言葉をなぞりジェスチャーしながらしりとりをつないでいく名物企画。リズムムールがいい糸井の調子。勝負の鍵は記憶力とジェスチャーの表現力。そしてもちろんムカデデモゴルゴン。いや、待って、うんついたっすね、そうっすね。あ、で終わっちゃダメ。小学生でも知ってる基本ルール。今回はメンバー全員での協力プレイ。力を合わせてしりとりを長くつなげた分だけお昼ご飯が豪華になっていくというシステム。某高級焼肉店 J の豪華弁当を目指して頑張りたいところ。エクストリームしりとりが下手な人最初行こう。じゃあもう下手あなたも下手です。俺も下手だ。じゃあレイヤー、ユーセー、サワー、ケイちゃん。しりとりが苦手だと自己申告したい4人。彼らのこれまでの戦いぶりはアーカイブからご覧になってくださいね。高級弁当を目指したもう一つの戦い。それじゃあ僕も久々に言わせてもらおうかな。ベッチプレイーズ。お腹すいた。お腹すいた。お弁当行きたいな。エクストリームしりとりジェスチャーへ。イエーイ。1、2、3、4、5、6、7、8。パノラマジェット。ふざけやんなよ。1、2、3、4、5、6、7、8。パノラマジェット扉。おい、おい、ゆっくりでいいよ。1、5、6、7、8。パノラマジェット扉ラップ。イエーイ。5、6、7、8。パノラマジェット扉ラッププーカーで。何やってんだよ。何やってんだよ。ぶかれてるんだよ。違う。プリンが一緒に浮かんじゃって。ぶかれてるんだよ。ぶかれてる。何これ。パノラマジェット扉ラッププーカーでプーカーで。出た出た、ファンタ名物木村の謎ワード。笑顔だけは100点ですが4人目にして早くもアウト。プーカーでプリンって音したんですけど、うんだと思ってプカデ。なんでプカデとは。ムカデ。ムカデ。ムカデなんだ。やっぱダメだよ。プだからラップしちゃったかもしれない。貴重な1打席を使い獲得したのはスティックパン。残るはあと2回。エクストリームしりとりジェスチャーへ。イエーイ。 1、2、3、4、5、6、7、8。リンゴ。いや5、6、7、8。リンゴゴリラ。いいよ。8、8、8。リンゴゴリララップ。はいはいはい。リンゴゴリララッパパンツ。いや、よしよし。リンゴゴリララッパパンツ机。おい、ナイス。リンゴゴリララッパパンツ机。絵の具。リンゴゴリララッパパンツ机絵の具グッサンじゃない。これやってグッサンじゃない。
お前なんで俺らの元マネージャーの名前言おうとしたんだお前あ、そっちかグなんていっぱいあったぞグミとかさグミとかグリコとかいろいろあるやんリンゴゴリラしりとりのテンプレ羅列から突然現れたグッサングッサンじゃないグッサンじゃない個人名という意味でもんで終わるという意味でもアウトですさっきケイと間違えた時怒鳴り散らかしてたびっくりするわごめんなさいスティックパンが増えていくだけだぞこれやばいってラスト1回だよお返上でやばっラスト1回だようわやばいねこれパとかさグとかあのやめようやめましょう逆転とかさいやむずいですよそれゲルユセジェスチャーも簡単なやつオッケーはいよしもうなんかあっという間に最終打席果たしてエクストリームシートリー、ちーちゃんへいきます1、2、3、4、5、6、7、はい寿司いいよよしいいよナイスナイスはい寿司、しりイエーイかわいいよいいぞ、けいちゃんいいよ寿司、しり、りんごイエーイさっきやったさっきやったよさっきやったよ寿司、しり、りんご、ゴリラそういうことだすし、しり、りんご、ゴリラ、ラッパーよしよしよしすし、しり、りんご、ゴリラ、ラッパ、パンツ安全に行こう安全にすし、しり、りんご、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机見たことあるこれいいよ再放送です寿司、しり、りんご、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具よし、しっしょ、しっしょ2周行こう、2周行こう寿司、しり、りんご、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミそういうことオーケーナイス寿司、しり、りんご、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グーミ、ミ。ミ。オッケーオッケーオッケー。果実ね、果実。果実のミ。タタタタ。寿司、しり、りんご、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グーミ、ミ。耳わあ耳がすごい耳しかない寿司、しり、りんご、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミミ、ミミズミミミミミミミズこれ寿司、しり、りんご、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミミ、ミミズ、ズキーニ。ズキーニ。やった。やった。ハナツセ。寿司、シリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミミ。ミミズ、ズッキーニ、ニンシン、ニンジンシリシリ、ニンジンシリシリ、ニンジンシリシリ、ナイス、ニンジンシリシリ、いきます。寿司、シリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミミ、ミミズ、ズッキーニ。人参しりしりりかおいおいおいよはい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 寿司しりりんごゴリララッパパンツ机絵の具グーミミミミミミズズッキーニ人参しりしりりかカラスいけるよ。いけんじゃない？いけるよ。寿司、しり、りんご、ゴリラ、ラッパ、
パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミミ、ミミズ、ズッキーニ、ニンジン、シリシリ、リーカ、カラス、スイカ。よし、よし、いいよ。オッケーオッケー、最高。一個二個リズム作ろう、リズム。寿司、シリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミミ、はい、ミミズ、ズッキーニ、はい、ニンジン、シリシリ、リーカ、カラス、スイカ、カ一文字多い。一文字。あいつずるいぞ。一文字多いね。いいよ。寿司、シリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミミ、ミミズ、ズッキーニ。そのまま。ニンジンシリシリ。リーカ、カラス、スイカ、カ。オッケーです。カトリセンコ。取っちゃった。やっちゃった。殺しちゃったよ。寿司、シリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミミ、ミミ、ミミズ、ズッキーニ。振り付けに見えてきた。ニンジン、シリ、シリ、リンゴ、リーカ、カラス、スイカ、カ。カトリゼンコウ、うん、牛。わかりやすい。優秀。いける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 。終わったら。いけるいける。寿司、シリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミミ、ミミズ、ズッキーニ、ニンジン、シリシリ、リーカ、カラス、スイカ、カ。カトリセンコウウシシマウマ。あと3人。寿司、シリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミミ、ミミズ、ズッキーニ、ニンジン、シリシリ、リカ、カラス、スイカ、カトリセンコウ、ウシ、シマウマ、マント。さすがです。いけるよ、いけるよ。寿司、シリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミミ、ミミズ、ズッキーニ、ニンジン、シリシリ。リーカ、カラス、スイカ、カ、カトリセンコウ、ウシ、シマウマ、マント、トビラ。おー、よし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 。しんどい。頑張れ。ラスト。スシ、シリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、絵の具、グミ、ミ、ミ、ミミ。あれ、ミミズ、ズッキーニ、ニンジン、シリシリ、よいしょ、リーカ、カラス、スイカ、カ、カトリセンコウ、若干遅いな、ウシ、シマウマ、マント、トビラ、ランドセル。イエーイ。また3周、3周また一応3周クリアということで。一応ってどういうことですか？何ですか？何ですか？途中からやってみてください。じゃあ、ご覧の皆様はすでにお気づきだと思いますが、いろいろ怪しいところを整理していきましょう。まず最初の方のあの再放送みたいな感じののは何ですか？それは別に寿司、シリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ。安全に行こう、安全に。2回目のチャレンジでも登場。何の面白みもないテンプレで数を稼ぐ姑息なメンバー。見たことあるこれ。いいよ、再放送です。なんなら世界さんもう自分で言っちゃってるし。
ダメなんて一言も言ってないじゃないですか。ジョジョと一緒で先にルール言わないと。そうですね。言われてない。同じのはダメって言ってないですもんね。はい、だとして堀さんでしたっけ？ズッキーニってどういうアクションでした？ズッキーニに、あ、本当や。ズッキーニ。めちゃくちゃズッキーニ。どこからどう見てもズッキーニでしょ。ズッキーニ。ズッキーニ。そのポーズ、どこら辺がズッキーニなのか。服の色だけじゃん。さらに続く世界も。ズッキーニ。妊娠妊娠しりしり。妊娠妊娠しりしり。あの人参しりしりって知ってます？しりしり ここでしりしりです。あ、ほんまや。あ、しりしりしてる。注文するときも目だよ。そう。人参しりしり見たことないでしょ。わかりました。見たことない。はい。俺の沖縄の友達は言ってましたから。最後の体育さんはあれはセーフなんですか？何がですか？なんかいろいろとリズムも含めて。若干ね。若干ちょっとカッコ譲っても。絵の具グミミミミミ。あれ？およそパフォーマーとは思えないグダグダリズム。これまでの対決形式なら即アウトとも思えるレベル。か、カトリセンコウ。若干遅いな。うし。いやでもあれ全然セーブ出てましたもんね。出てたんで、うん、それほど余裕がない。やめてくださいよ、言いがかりばっかつけて。冤罪だよ、冤罪。いずれも微妙なラインですが、これらをセーフにして良いものなのか。いや、決して高級弁当を渡したくないというわけじゃないんですが。何なんすか？これじゃあ。なんか喧嘩ですか？この特番で。わかりました、わかりました。あの、僕ら胸キュン得意なんで、エクストリームしりとり胸キュン編で一周できたら、もう文句なしの高級焼肉弁当ください。いいですか？いや。おい、泣きの一回にしましょう。喜んでもらえるならやりたいですけど。すっきり俺らも食べたいですね。そうですね。今なんか、はい、失敗したらもうスティックパンですね。ということで間を取って延長戦、エクストリームしりとり胸キュン編でラスト勝負。一番星よりも輝いてるよ。胸キュン編とはその名の通り、キュンキュンするセリフでしりとりをつなげていくゲーム。何その瞳、かわいい。単語ではなくセリフになるため、一つ一つが長めの文章に、より記憶力が試される挑戦なのです。何その瞳、かわいい。いや、一発勝負の今回はしりとりを続けられた人数分だけ焼肉弁当をゲット。全員成功で気持ちよくお昼ご飯を食べられるのか。しりとりだよね。しりとりです。そっか、そっか。え、超難しくない？クソ虫これ。よし。うわ、マジか。頼むよ。いきます。プリンス。そうだよ。エクストリームしりとり胸キュン編。この試合に勝ったら付き合おう。おー、いいね。近づいてね、近づいて。あ、付き合う、近づいて。この試合に勝ったら付き合おう。後ろ髪今日も可愛いね。この試合に勝ったら付き合おう。後ろ髪かわいいね。猫みたいな顔してニャンニャン。こいつマジやっば。この試合に勝ったら付き合おう。後ろ髪かわいいね。猫みたいな顔してニャンニャン。ニャン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 。笑顔満点だったのに。ああ、やっちゃってます。ちなみに必死に暗記しようとしている沢本も可愛いですよ。